皆さんこんにちは、ガジェログです。今回はいよいよ登場しました Amazfit Helio Ring という新しいデバイスが発表されました。まだ詳細については明らかにされていない部分も多いんですけども、今分かっている範囲でスペック解説をしていきたいと思います。これまで Amazfit というとスマートウォッチイメージが強いんですが、新しいこういったリングデバイスにも参入してきました。現在分かっている範囲で何ができるのか、どういったスペックになっているのか含めましてご紹介していきたいと思います。というわけで Amazfit 公式サイトの情報をこのように日本語翻訳してお届けしたいと思います。それでは本日もいってみましょう。ヘリオっていうのはね、いろんな意味がある中で、例えば太陽っていう意味もありましてね、円形になっているものが太陽を見立ててるのかなっていう感じもしますね。まずね、このデザインになりますが、内側すごいですね。様々なセンサーが搭載されています。そして外側にはこのつぶつぶの穴なのかテクスチャーなのか分かりませんがね、ちょっと凝ったデザインになっています。そしてコンセプトになりますが、力を与えるあなたの上昇、エクセレンスへと出ています。まず誰のために作られたかと言いますと、エリートアスリートのために作られたと出ています。この最適なパフォーマンスは品質の高い回復によって促進されることを認識していますとありまして、トレーニング負荷がどんなものか、そして睡眠の質、試合の精神面に至るまで、いわゆるストレス測定やレディネスのあたりですね、そういった機能が入っているものと思われます。このスマートリングは究極の運動回復分析とガイダンスということです。ということです。このリングにはディスプレイがついていないわけですので、おそらく ZEPP アプリと連携することによって、その結果を全て見ることができるわけですね。では、細かく見ていきたいと思います。まず、身体を磨き、心の準備を整えて止められなくなるとあります。精神的、肉体的な回復に基づいて、準備スコアと洞察が得られるとあります。心身ともにどれぐらいの回復がされているかを、データを読み取ることができるわけですね。そして、ZEPP オーラという機能も搭載されています。より賢く回復し、より多くのことを達成しましょうと出ています。これは Amazfit のサブスクサービスになりまして、サブスクを契約中にリングを着用してください。 ZEPP オーライ AI レスト&ウェルネスサービスとありますね。次の機能で回復力をさらにパワーアップしますと。どんな機能でしょうか。体の反応に基づいてインテリジェントに調整ということでね、オーダーメイドされた音楽を作り出してくれるということですね。そして睡眠の健康評価と強力な洞察を備えた詳細な週次および月次の睡眠レポートもあるということです。加えて瞑想とリラクゼーションのサウンドで精神的なゲームを常にトップに保ちますと出ていますが、これもね、やっぱりアプリでリラックスするサウンドを楽しむことができるようです。さらに ZEPP ウェルネスコーチは睡眠を積極的に分析し、 AI チャットボットを通じて健康に関する質問に答えるとあります。やっぱりね、この辺りの分析と質問に答えるっていうのはサブスクならではのサービスだと思います。そして似たようなパフォーマンスをするチャンピオンとありますが、このヘリオリングは単なる睡眠トラッカーではなく、あなた自身の個人的なワークアウトパートナーおよびスポーツサイエンティストとして機能するエリートアスリートトレーニングツールですと出ていますね。科学的に分析するツールとなっているようです。ワークアウトに関しましてはランニングやウォーキング、サイクリング、またトレッドミルワークアウトモードを開始します。ZEPP アプリと Amazfit ヘリオリングはスマートフォン上でワークアウト後のレビューのために詳細なパフォーマンスデータを追跡しますと出ています。ここから見る限りワークアウトどうやってスタートしていいかっていうのは正直分かりませんが、まず ZEPP アプリを使ってワークアウトをスタートして、あとはこのヘリオリングによってデータを追跡するっていうことなのだと思いますけども、そうしますとね、スマートウォッチでいいんじゃないかなっていう感じもしますけどね、実際のところどんな感じなんでしょうかね。さらにこういった機能もついています。ゲームに集中してくださいとありますが、頂上への道は精神力が勝負の半分ですと。そして内蔵された皮膚電気活動センサーを通じて Amazfit ヘリオリングは皮膚と汗の反応、特に手から出る汗を測定し、いつ高レベルの精神的ストレスを経験しているかを把握するのに役立ちますとあります。この内側にあります様々なセンサーの中に皮膚電気活動センサーというのがついているということですね。例えばフィットビットななりますと、このセンサーによってストレス状態を把握するのに役立つとかね、様々な機能を盛り込んでいるわけですけども、Amazfitも同じく精神的ストレス状態がどんな感じなのかっていうのをね、汗を測定することによって見分けるという、そういった機能ですね。加えてヘルスケア関連としましては、心拍数や血中酸素、ストレス、睡眠測定、また浅い睡眠やレム睡眠とかですね、そして呼吸の回数とかですね、そういったものを読み取る機能がついているようです。すごいですね。この小さなリングにヘルスケアの機能が入っています。これら全ては精神的および肉体的な回復状況をより明確に把握できるようにするためのものとなっています。そして最後にね、やっぱりエリートアスリートのためのエリートヘルストラッカーですと出ていますね。これが普段の生活の中で役立つことがあれば、ちょっとね、使ってみたいなっていう気もしますね。ではここまでコンセプトや何ができるかについて見てきましたが、ここからはハードウェアについて見ていきたいと思います。まずボディの素材になりますけど、チタン合金であるということが出ています。そしてハイ限度の素材であり、また耐久性が高いですよということが出ています。そして重さになりますが、4g 未満の超軽量ですよということですね。もちろんリングになりますので、サイズがいろいろあると思います。そのサイズによって重さが変わるということで、一番重いもので 4g ということですね。そして薄さですね。ここの部分だと思いますが 2.6mm のスーパースリムと出ています。 CG だとちょっと大きめに見えるんですが、なんと 2.6mm ということで強烈な薄さとなっています。そしてこちらにサイズが出ていました。10号と12号から選べますよと出ていますね。この2種類のタイプしかないようですので、サイズがね微調整できるのであればいいんですけども、なかなかリングですと難しいのかなという気はしますね。この辺ちょっとね気になるところではあります。そして耐久性強度になりますけども、まず10気圧防水を備えていますよと出ています。最大 100m の水圧にも耐えられる最先端のフィットネスウェアラブルですと。したがって限界を超えたら心配せずにアイスバスやサウナに行ってくださいということで、なんとサウナに対応しているということが出てきました。思わぬ情報が入ってきましたけども、チタンになりますとね、やっぱり金属ということで熱を受けやすいんじゃないかなと思いますが、この辺り大丈夫なんでしょうかね。そしてすごく熱くなった状態で水風呂などに入った場合に急にね温度が下がりますので、収縮して壊れないかどうかっていうのはちょっと心配になりますが、大丈夫なんでしょうかね。加えてですね、やはり Amazfit 製品と連携することができるということです。すでに所有している Amazfit のスマートウォッチと合わせて着用してくださいと。 Amazfit Helio Ring を使用するとフィットネスの旅がさらに強化され、一緒に着用すると両方のデバイスからのデータを融合してより深い情報を得ることができますと。それぞれの特性に合ったデータを収集できると思いますので、より深い情報を得ることができるということでね、このあたりはやはり Amazfit 製品同士で揃えるっていうとメリットが大きいと思います。そして Amazfit のスマートウォッチを持っていなくても問題ありません。装着してください。ヘリオリングを唯一のデバイスとして使用すれば、よりスマートに回復し、より多くのことを達成するために必要な知識に引き続きアクセスできますと。単独で使うことも大丈夫っていう感じですね。ということでね、Amazfit 製品をすでにお持ちの方がやっぱりこういったデバイスに目をつける可能性も高いと思いますので、単独でね使うってことはなかなかないのかもしれませんけど、できることならばね Amazfit スマートウォッチと共に使うのがいいんじゃないかなと思います。ただどの Amazfit のスマートウォッチと連携するのか、そのあたりはちょっと詳細分かりませんが、ここに出ているのは Amazfit Cheetah Pro というねデバイスになりますので、こういったスポーツ向けのスマートウォッチとのみの連携なのかどうかということも含めまして、今後ね情報が出てくるんじゃないかなと思います。ということで今回 Amazfit ヘリオリングというね、心身ともに回復状態を見たり、ヘルスケア関連の情報を見たり、またスマートウォッチを組み合わせることによってより精度の高い深い情報を得られるということが分かりました。まだどれぐらいのメリットがあるかということも正直分かりませんし、価格はどれぐらいなのか、日本に上陸してくるのかも含めましてね、まだ未知数なとこがあります。ということで今分かる範囲で情報を見てきましたけど、自分にとって必要なのかどうかを含めまして、正直分からないところもあるんですけども、スマートウォッチを補足するようなイメージな方がいいのかなと思います。単独でこれを使うのであれば決済機能やお財布機能があるとより便利だと思いますが、今回の情報だけですとそういったものがついているかどうかっていうのは出ていませんでした。ということで今後のまた詳しい情報が出てくればお伝えしたいと思います。この動画良かったよということであれば高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。